ゴードン・オール・ポートゴードン・オール・ポートは、アメリカ合衆国インディアナ州パーク郡、モンテズマ出身の心理学者。兄、フロイド・オール・ポートも心理学者である。著作には、人格の形成、人格心理学のための基礎的考察や、個人とその宗教がある。オール・ポートは、パーソナリティの特性論者とみなされており、個人のパーソナリティの中でとりわけ優勢な特性とは、何かといった議論を、 主に展開している。つまるところ、パーソナリティの発達の中で大きな役割を果たしている特性の研究が中心的な関心事である。パーソナリティというものが顕著な力となっていくとき、それはとりわけ基礎特性によるところが大きい。中心的な特性と基礎特性は環境因子によって大きく左右される。ハーバード大学にいた自分のオールポートは、 将来の PHD 候補たちを数多く教え、その中にはスタンデー・ミルグラムもいた。かつて、オールポートが22歳の時、ウィーンにジークムント・フロイトを訪ねて行ったことがある。ウィーン到着時、オールポートは、フロイトの仕事場までの電車内で出会った、潔癖症の子供の話を、詳しく、フロイトに話して聞かせた。この子はいくら母が大丈夫だからとさとしても、 あの汚いおじさんの隣には座りたくないと断固として座ろうとしなかったのである。オールポートが話すのをしばらく聞いた後、フロイトはその少年が君だったということかね、と尋ねた。オールポートは現実にあった話を話題としたため、フロイトの言葉にかなり気分を害した。意識的なかつ経験的な話であり、セラピーの場でもないはずであるのに、フロイトはその話をオールポートの 無意識につなげて捉えたのだ。それ以後、オールポートは、フロイドの精神分析に信頼を失った。この偶発的事件が、オールポートと彼の理論になかなか拭いがたい重荷となり、意識的動機の研究に専念させるような方向に導いた。オールポートは、パーソナリティの研究への貢献に加え、社会心理学でも重要な業績を残している。特に、 態度の研究がよく知られている。熱心なキリスト教信者でもあったオールポートは宗教心理学でもいくつかの業績を残している。これらのテーマについて著作のいくつかにはオールポートの偏見について彼が社会心理学に持った関心の幾く化が反映されているのを見ることができる。ありがとうございます。